Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion. で、早速一つ目ですね。一つ目から注意点の話になるんですけれども、まあ、これは前回お話ししたですね、期待できる効果効能っていうところにもちょっと付随したりもしてます。はい。で、その外用薬としてとか、内用薬として、内服薬としてみたいな部分もあるんですけども、もちろん調理の時の注意点でもありますというところですね。一つ目ですね、まあ、妊娠中とか、高血圧の人っていう方はですね、まあ、使用量と、まあ、使用量いっぱい使いすぎないとか食べすぎないっていうものを気をつけるという部分と、まあまあ、いろんな、ね、ハーブでも言ってますけれども、連続した、長期間そして大量に摂取するのは避けてくださいというところですね。はい。で、2つ目に、まあ、香りが非常に強いので、まあ、使うときですね、料理として使うとき、まあ、ハーブティーとして使うときとかは、まあ、少量で使いましょうねというところですね。じゃないと、かなりローズマリーが主張してしまってですね、例えば出汁とかソースなんかもですね、まあ、ちょっとね、ガタガタになってしまうので気をつけましょうという部分ですね。で、3つ目ですね、まあ、葉っぱも枝もですね、非常にこう硬いです。口に残ります。なので、香りを移したら取り除くという、ことがですね多いです、料理の場合で。あとは乾燥させてさらに粉砕したああいうようなですね状態で使うことも多いと。まあ、その場合はですね、まあ、例えば、ボロネーゼとか、ミートソースですねとか作った場合にはまあ、入れる場合もあるんですけれども、その時はですね、例えば乾燥の細かいものを入れておくと、まあ取り除かなくてもそこまで気にならないですよという部分ですね。だから用途によって生を使うのか乾燥を使うのか、生で大きいものを使うなら、まあ、取り除きましょうという部分ですね。はい。で、次です。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、それとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたらぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのパー。